んちゃんの今日はどこ行くの始まりました。はい、道路が危ないのでやっていただいて、はい、本日はですね、はい、ここごめんなさい、駒の湯さんにお世話になっております。はい、はい、駒の湯さんいいですね。ここは、はい、浴室内を撮影可能ということで。そんなわけないでしょ。そんな銭湯ないですよ。潰してください、すぐ。撮影ダメみたいなので、はい、まあ、ちょっと今日はここからスタートということで。駒の湯はいい銭湯ですよ。ここね、一回行ったことあるもん。一緒に行ったことあるし、うん、あの僕も普通に行きます。普通に行く、はい、いいですね。で、ここで、あの、あ、びっくりした。一回離れますか。そうですね、まあ、歩き出しながら。僕は一回ここで、あの、ここあのあれなんですよ、体タトゥー OK なんですよ。あ、じゃあ公平大丈夫じゃん。いや入ってねえわ。だから行くんですよじゃなくて。これ大丈夫、この暗さって。あ、全然映ってる映ってる。まあまあ、もちろんそんな明るくはないよ。今日はあの夜の街をさ、お楽しみください、うん、で、なんかあの、うん、両肩に翼生えた、あの両肩に翼のタトゥーを入れられてた、そんなレッドブルみたいな人。そうで、赤髪、もうレッドブルじゃん。じゃあレッドブルじゃん、完全に。で、人がものすごい、僕がサウナ上がって気持ちくはーってやってたら睨んできて怖ってなって、でもう本当にやるんだなと思ったけど、目があってさ、うん、俺なわけないと思ったから後ろ振り返ってさ、でも誰もいない、俺なのよ。あ、これ本当にやるんだ人ってって思って、そう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 。でもまあ、とりあえずもうそそくさと浴場上がって、はいはい、脱衣所のところでもう怖い怖い怖いと思って、はい、あの座って下向いてたら、その人ガラガラって言って俺の目の前まで来て、怖っ、見てます僕らの別荘。いやー、よかったね。怖かったね。怖いね。なんかあのラッパーさんだったそうで。まあ、有名かどうかわからないけど。そうやっぱやってんだ。で、いや、ちょっとマジで面白いですみたいな。概要欄も全部読んでますって言って。マジ？うん、だからカズキの文章全部読んでる。お前、いいやつ。いやいや、ラッパーでいいか。サブ見てるかわかんないけど。で、いや、ちょっと俺もマジで、のし上がって、ああ、同じステージ行くんで、って言ったけど、その、ラッパーの先に僕らの別荘はないです。あなたがその大成功しようが僕らと交わらないです。別に別のステージです。頑張ってください。でも掘り下げてったらな。いやいいよお前、ピースで久保塚僕らのレッドブルラッパー。いや違うって、ぐーっと掘り下げてったら俺繋がってる。しかもピースやんけ。しかもピースやんけ。名言だからあれ。面白すぎるから久保塚は。今日三茶ね。三茶実はまあまあよく来る街です。まあそうですね、はい、好きな街です。僕も大好きです、三茶は、はい、しょっちゅう飲みに行きます、はい、すごい。だから飲みに行った帰りとかね、うん、駒の湯さんとか、そう行ったりとかっていうのはいいよね。飲み行く前にサウナ行くと、あの一瞬で酔っ払うんで気をつけてください。血行が良くなりすぎてるので。本当一瞬で酔います。一杯でもうって回るんだ。そう、何回かやったことあります。それで危ないですね。1時間で帰るっていう。そう、もうその血管がもうあれ危ない。カズキ声かけられてない？まだ一回もない。記録更新中1年マジで。もうだから8月1日スタート、うん、まあ、TikTok で言ったら6月後半だっけ。そうだね。だからもう1年半やってます。ゼロ街中で声かけられる率ゼロ。ああ、これで歩いてる。これだよね。マジこれめちゃくちゃカズキだけどな。たまにキャップかぶったりしてるけど、うん、でもこれなんでだろうな。本当にわかんない。もう嫌なんじゃん、嫌われてんじゃん。あ、もう、まあ、話しかけづらいのかな。それかもう本当になんか、そっか、スティーブ・アオキみたいにな感じだからか。誰がスティーブ・アオキだ。やめろよ。俺やだよ、ね、マジで。なんか一回も声かけらんないまんまさ。まずいね、1年半はまずいね。ずっとよ、だってなんかあるじゃん、そのさ、あ、これ、ちなみに世田谷線ね。まあ、あんま人映さないで、あれ、この下の方いいよね、このね。いいんじゃない、別に。でも人、大丈夫かな、マスクしてるし。すごいね、2両なのよ。そう、可愛いんだよね。可愛いのよ。なんていう、路電って言うんですか。そう、
最高速度が15キロぐらい。あ、そう。嘘。あ、嘘かい。だよね。じゃあ歩くもんね。時速15キロぐらい。ここがね、俺地味に好きなの。わかるわかるわかる。俺もめっちゃわかる。通り抜けできんだよね。そう、通り抜けできんだよ。わかるよ。わかるわかる。ここ何もなく通り抜けたりする。その、なんて言えばいいの？ホームにね。そうスイカとか使わないで通れんだよね。そう、あのこっち側はね、そう乗るのは逆サイだから、そうそうそう、バスみたいな感じになってんだよな。そうそう、ここはね俺好きなんですよ。三茶は特に本当に好きで、いや僕も大好きですよ三茶は、嬉しいです今日三茶の散歩は。三茶から今日は下北の方に、あ、なるほど、だいたい 1.5 とか2キロぐらいかな。まあ30分ぐらいじゃないですか、うん、歩いたら、あの茶沢通りをね。そうね、でちょいちょい、まあ寄り道だなんだすると思うんで、まあ1時間ぐらい、1時間弱ぐらいの動画になると思ってください。道中にもう一個の僕がよく行く銭湯があるんですけど、あ、じゃあそこもちょっと見、あ、見ましょう。それは見たい。そこね、いいんですよ本当に。まああえて名前は言わないですけど、はい、すごいね良い銭湯で、まあ、コマネも大好きなんだけど、はい、コマネってどうしてもこの休憩所って言われるね、はい、あのまあ、サウナ入って水風呂入っていわゆるその外気浴する場所っていうのが可愛いね。確かに、ごめんなさいちょっと話の途中で、はい、ここは僕がまあたまに行く駄菓子屋さんです。あら、俺初めて気づきました。駄菓子なんです、珍しい。駄菓子って、まあ手前なんか、うん、ちょっとなんて言えばいいんだろう、これ今これ見てもらったら今日は終わりか。ちょっとこう、あ、ちょっと雑貨というか、キャラクターグッズとか雑貨みたいなのが若干売ってて、へえ、可愛いね。お店の3分の1ぐらいの奥が全部駄菓子屋さんなんだ。あれちょっと待って、最近来てないから分かんないけど変わっちゃったかな、もしかして。あ、いや駄菓子屋だな、大丈夫だな。なんか幕が張ってあるだけで、びっくりした今。確かに、あのなんかあのアダルトコーナーみたいなあの先アダルトコーナーみたいな幕あるけど駄菓子屋誰がこうやって、うん、あそこに駄菓子が、あの本当にいろんな駄菓子が並んでるから、ここ結構楽しい。今度普通に来てみよう。うん、ここいいよ。すごい。何時ぐらいまでやってるんですか？ 17。 あ、いやでもね、ちょっと待って、どうした？髪留め落とした。あったあった。あそこはすごい。で、ここのスタバね。あら、何ですか？別にこのスタバは何の変哲もないスタバ。茶髪の若い女の子がいるんだけど、うん、店員さん、店員さん、うん、その子が作る人、最後のあのクリームの、はい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 、いる人だと、はいはい、本当カップ浮き上がるぐらいクリーム乗ってるから怒られるぞその人。やめろ、お互いにとって損だ。めちゃくちゃめちゃくちゃやってくれる。多めでって、追加でって言うと、ああ、なるほどね。そうそうそう、0円で追加できるから。あ、そうなんだ。そう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 、あ、うまそう。ソースとか、この蕎麦屋うまそう。蕎麦屋いいよね。あ、年越しそばか。そうかそうか、もうもうそんな時期ですよ。あの今日、あの、あ、新年、そうだそうですよ。あ、それ取らないといけないんだった、はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、本日12月31日でございます。はい、31日ですが、まさかの大晦日に、はい、アップは明日の1日で、はい、あげる予定なので、皆さん本年度もよろしくお願いいたします。すいません、はい、なんか急にねこんな挨拶してしまって。さっきの何ですか、お話は。あ、さっきの話ですか、はい、あとその前にすみません、1個サンチャルある、バカデカ駐輪場何個もありますこれサンチャルある、これサンチャルあるだね、うん、バカデカ駐輪場、はい、もう駐輪に困ったことないサンチャルで、ね、サンチャルある、はい、サンチャルある、はい、水槽のすっぽんね。いやいや、どこが初めて見た。サンチャルある、サンチャルあるなんだこれ、はい、これはいい。こっちまで行き、あ、こっちいいですね、この路地ね、はい、いいですよね。ここはね、すごいいい路地なんですよ。うん、表が茶沢通りっていう、はいはい、はいはいはい、まあ、三茶のメイン通りみたいな、そうですね、とこがあるんだけど、うん、基本人がすごい多いんだよね。そうだね。そうで、まあ土日とかは歩行者天国になってたりとか、うんうん、して、まあ歩けたりするんだけど、うん、こっちはね割と人がね、まあ多いわけでもない。そうだね、今日はまあ多い方ですよね、これ。そう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 、その結構多い方、大晦日でやっぱ歩きやすいから、こっちは割と通る。そのあっちはチャリとかで通りづらかった。そうだね、車もビュンビュン通ってるし。そうそう、こっち通りますね。ここはいい通りですよ。あ、そうそう、その今向かってる銭湯なんだけど、 そう、はい、そこは、まあ、その休憩所が大きいんですよ、うん、さっき言ってた外気浴できるスペースも完備されてるし、あのすごい暑い、暑いしね、サウナ、はいはいはい、最高なんですが、それを押して余るほど、あのバンダイさんの態度が悪いです俺それがちょっと面白くて言ってんの。俺行きたくないよ、その、もうすごいのよ。
どういうことだって、あ、すいません、大人1枚で。あ、何？大人1枚。大人？はい。はい。あ、タオルもレンタルとか。あ、ついてる。あ、はい。はい。すいません、ありがとうございます。はい、おい、いくら？お金？あ、すいません、1000円で。はい。はい、1000円、はい。はい。はい。あ、はい。ありがとうございます。嫌い？うん。こいつ嫌い？俺。すっごいおばあちゃんなんだけど。あ、おばあちゃんか。うん。おばあだったら許せるわ。なんかで、おじいだったら許せる。そのね、別にね、多分本人も別に不愛想してるつもりないおばあちゃんのやつなの。けど、ね、めっちゃ態度悪い。ちょっと気になるぐらいだな。そのだから俺一回 そのよくあるのが、うん、俺サウナが好きで銭湯行くから、うん、やってるんだけど、もうサウナは実は9時で閉めてましたみたいな。はいはいはい。11時までやってるって書いてあったから行ったら、はい、サウナは9時まででした。はい、これ結構あるのよ。あるね。だから結構俺電話で確認するの。うん、で、すいません、何時までですかサウナって言った時の電話の対応、もう過去一悪かったです。それがもう面白くて、ちょっとここ行こうと思って。電話は出てくれんだ。電話出たけど、あ、何？あ、そうなんだ。ガチャじゃん、何だから。何？あの、サウナやってる。うん。でも9時まで。9時まで。うん、9時に絶対出て、9時。はい。ガチャ、みたいな。めっちゃ嫌じゃん。いいですね、と思って。しびれますね、と思って。あ、出た。三茶一安い八百屋です。あ、本当？俺来たことなかった、はい、ここ。ここ、あの、コーヒーおすすめ。ほら、見て、このトマト。この一カゴで150円なの。え、一カゴで？一カゴで。すごいね。そうそう、で、キャベツ1個150円。あれ、もっと安い時ある。へぇー、うん。あ、ここ普通にいいね。ここね、すごいおすすめ。これ、茶座通りだよね。これ、茶座通り。これが、下北にも同じ店舗。あ、そう。あと、あっちにもある。おしゃれ。おしゃれじゃない？何これ、おしゃれ。何これ、なんかキングブルみたいなワンピースのキングブルみたいなのがいますけど、ヤガラとモドラみたいな。どうしたどうした。あとフルベジ、フルベジさんいいですね。あのちょっと1個どうしても紹介したい通りがあって、うん、これもね、茶沢通り好きでね、何軒も行きつけありますよ。こっち。ほう。まあ、今日は多分分かんないと思う。何が？見て、あの、ちょっと関係ないけど、あの夕焼けいいよね。あの夕焼け好きなんだよ。見えますか皆さん。奥の方にこうちょっと。もうやっぱ本当にね、日が落ちるのが早くなって。そうだね。まだね、まだ5時ぐらいですけどね。もうこんなくらい。そうだよ。俺あとキャロットタワーの屋上とか行くのよ。うん、たまに。行ける。知らなかった。もう一望よ。はい、って夜11時ぐらいまで空いてる。ああ、そうなんだ。そう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 、行こう今度行ってみな。夕方とかだからあれを上から見れるから。あの、ね、瀬戸線ってこう走ってんだ。なるほどね、短いからね。そうで、あ、飛行機、あ、え、飛行機見えるじゃん。あ、ってことはあの辺が成田空港かな。ああ、なるほどね。そうはいはい、この辺です。この辺、はい、何ですか、この辺の通り。ああ、いいですね。あの奥、あ、いや、あ、ここの、ここ、はいはい、ここですか。はい、今マスク取っても分かんないか。ここは、はい、三茶で、はい、一番いい匂いがする通りです。これ三茶で一番、多分この店なのよ。このパティスリーサスライヤーみたいな、ちょっと、うん、サスライヤー、サスクリークリークリーク、ライヤーかな、ちょっと分かんないけど、多分このお店。何屋さんなんだ？なんかケーキ、パティスリー。ああ、そう。ケーキとか、多分そういうのなんだと思うんだけど、うん、ここ昼間来たら、まず一番いい匂いするから。本当にこの空間だけ色ついて見える。あ、でもちょっとするね。クッキーのね。そう。クッキー生地のいい匂いするね。この通りぜひ来てほしい。ああ。ただ、しない日もあるから気をつけて。あ、まずいね。そう。あそこいい空間。すごい好き。見てください、この夕焼け。綺麗だよ。夕焼けどれ？これ。綺麗。満車の夕焼けなんてね。やっぱね、日満がね、落ちるのが早いから満になるのが早いんですよ。2で満ですから。2で満ですから、まあ一応プレートを映さないでね、決まりですけど。2で満です。2満ですから。はい。こっちの方？ちょっとね、ちょっと位置見てみようか。たまに行くんだもんね。そう、たまに行くんで。普通にあの地図見ていく感じですね。あ、でもね、近いですよ。近い。あ、ほらいい夕焼け、いい夕焼けだね。確かに映る、これ映ってるのかな、うん、あ、映ってる。めちゃくちゃいいじゃん。綺麗よ。大丈夫だよ。ちょっと写真撮っとくか、ここで2人で。ちょっとこう、インカメ撮っとく。
あ、やばい、逆光だ。逆光か。無理か。無理、いけない。このバイトさえどかせれば。オッケー。はい。はい、すいません。撮影中だけマスク外しました。一応ね、そう言っとかないと。ご時世ですか。まあまあ、ご時世もね、どこまで続くんでしょうかね。すぐ終わるといいな、こんなのな。本当だよ、だってここ2年ぐらいで生まれた子はさ。あ、ごめんなさい、先生。先生、ちょっと待ってくださいね。何ですか。一方方面をね、ちょっと調べます。何ですか、雑魚生徒くん。雑魚生徒って言ってる。あ、まあ合ってます、合ってます、ざっくりは。はい、合ってんの、はい。三茶名物、方角見失うですね。わかるわ、はい、これ本当にどこ歩いてるのかマジでわかんない。やっぱ三茶って、おしゃれなイメージあるけど、うん、実は下町なんだよね、すごい。あの、だから、三角地帯とかさ、うん、飲み屋すごい古いお店。そうだね、ゴールデン街みたいな感じだよね。そうそうそう、新宿の。実はちょっとね、下町なんで、あの、来てみると馴染みやすいお店が多い。本当そうですよ、あの、こじんまりとしたね。そうそう、だから代官山とかみたいな、ああいうちょっとこうスタイリッシュなってよりはちょっとこう雑多な、そう、それがいいんです。汚いお店とかがたくさんあったりするから、うん、まあ知らない人声かけてきますからね、三茶は。え、そのあれ有名とかするんじゃなくて、え、その飲んでた飲み屋で、え、僕の、え、僕の別荘とかじゃなくて、え、俺は和樹はちょっと家にいすぎ、え散歩だけしすぎ飲み行ったりしよう、もうちょっとね。しかも散歩してんのも朝7時とかだから、うん、ああ、それ誰も会わん、それこっち、こっちです、はい、はい、で、そこね、あの、和樹にこれ聞きたいんだけどね、はい、あの、サウナってさ、はい、こう、下にタオル引いてるんですよ、あの、座るとこに、座るとこに、うん、で、定期的にやっぱその衛生的にもあれなんで交換するんですけど、はいはい、僕が知ってるサウナっていうのは、まあ、そのね、バンダイさんなのか、こう、スタッフさんが来て、うん、それをこうタオルを、すいませんタオル交換しますって言って、その上みんな立って、うん、あの取って、うん、ありがとうございますって言っていなくなるんですけど、あの今から行くそのね、あのバンダイさんの態度が日本一悪い、はい、いい銭湯は、うん、あの僕らにタオルを交換させます。僕はじびっくりしました、その試合初めて行った時ね、ガチャンって入ってきてタオルが6個バーンって投げられて、うん、したらその全員もう訓練されてるから、そこに来てる人たちは、うんうん、のバーって取って全員でタオル交換してました。いや怖いな、そのすごっと思って俺も、え、こんなでて、え、これどこに置けばいいですかみたいな、俺は聞くみたいな、あ、これこっちですみたいな、そういうね、もうね、それ OK なんですよ、そこは。だからそのこれディスじゃないんですよ、だからそれこそまあ下町に、そう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 、で、あの家族に来てるのはこれで、はい、そのすごいいろんな注意書きがしてあるの、うん、浴室に、うん、のうちの1個でどうしても分かんないのがあって、うん、そのこれその原文そのままね、はい、女も塗らない、そんなものを塗りたくるのはやめてください、排水口詰まり原因になりますって書いてあって、俺、え、何と思って、女も塗らない、そんなものを、うん、だから俺乳液とかそういうこと言ってんのかなとか、塗るだろ女性は、そうそうそう、だから塗るよなと。でもそのなんかこうぬめって詰まるみたいなのって、なんかで塗るものってさ、乳液とかさ、まあそうだぐらいじゃ、だけどね、なんかな、何を指してんのかがすっごい気になってるの最近。塗らないってあの塗る、そうそうそう、あの塗りたくるの塗るですよ。だから日焼け止めとかそういう類ではあると思うんですよね、乳液化粧水とか、女も塗らない、そんなものをなんか塗りたくるのはやめてください、何を禁止してるのかが一切わかんない。何それ、そうこれね気になってる、怖くない、これちょっとピントが合いづらいね、和樹に今日。あ、そう、うん、暗いからかもしれない、その周りに墓の明るいものがあって、ライトつくかな、今からつくのかな、一回止めてもいいよ。本当？いいよいいよ、全然それは。これ右です。あの俺火の目に憧れてるからさ。ああ、かっこいい。やっぱりクラピカの。こいつかっこいいな。うん、赤くなった方がいいだろう。確かに。同胞のためにな。そう、同胞のために俺、同胞のために歩いてるから。マジで。チェーン巻いて。嘘、チェーン巻いて。同胞のために歩いてんだ。至る所にいるから俺、チェーン巻いて。三茶にもいるし、町田にもいる。ハンターハンター面白いですよ。金庫岩にもいる、うん。そこの通りですね。にあります。この目の前でしょ。
そうです、その通りです。知らないね、三茶は俺よく来るけど、こっちの方はあんま来たことない。じゃあ俺も本当銭湯目当てで来てるだけですから、そこ行ったらもう自分ってさ、しかもさ、駅から割と遠く結構歩くでしょ。そう、10分、15分ぐらい歩くんじゃないかな。それがね、たまらなくなってくる時あるんですよ。あんな態度の悪い人に会いに、俺はこんな歩いてんのかって言って、こうゾクゾクしてくる時があるんですよ。ド M じゃない、ただのド M じゃない。ここ右です。右、はい、右、こっち、こちらです。こちらの、サウナですね。ここがですね、皆さんぜひ一度いらしてください。僕もすごいいますし、はい、遠赤外線サウナ、あ、いいですね。そう、このもう本当に古いザ銭湯ね、これね、うん、まあ駒の湯もこういうタイプでね、よく行くんですけど、ただどっちかに行きますね。駒の湯か三茶来たら駒の湯かここか。へえ、こんな感じなんだ。あ、ちゃんとコインランドリーも。そうそうそう、もう本当に町銭湯ですよ。値段もね、あの町銭湯の値段で。これなんかさ、これ読んで。これ？うん。10月より毎月第3週の木金土の3日間連休とさせていただきます。お客様にご迷惑をおかけいたしますが、当店を体力の衰えに勝てません。あ、とは店主か、ごめん、店主。当店主体力の衰えに勝てません。お客様。なんかね、この感じわかります？わかる。あのどっかこう、そう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 、これが全部。だから別にその人が悪気があってとか態度が悪いとかそういうことじゃなくて、うんうんうん、ちょっとその最後の一部いらなくねみたいな。いらないね。あ、すいませんっていいもんね。そう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 、ね、みたいなのが、まあ、昔ながらの感じがね、良くて、僕はあのいい、ね、おばあ様と仲良くなりたいなと思ってます。攻略してなんかこう。いや、毎日なんかさ、うん、行くために送り直しなよ。お花いらないよ、あんた汚い。ゴミになる、持ってこないで。多分これ最初はこう聞くかい。ちゃんと意味あるじゃん。バラとかさ。でこっちで茶道通りですよね。もうここまっすぐ行ったら茶道じゃないかな、はい、多分方向的には。ただグーって曲がってるよね。そう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 、グーって曲がって、あの茶道通りに出れますんで、まっすぐ行って、ここあ、まあ、クリスマス気分のお家がありますね。あ、まんま素敵です、ね、あれなんか小屋、なんだろう、何の小屋だろう。そうか、この辺はね、この辺もね、静かでね。でも僕この辺はよく歩きますよ、それこそ。あ、そうなん。例えばこう何時から飲むとかなってるけど、その前にちょっと来てね、あ、散歩したり。そうで、銭湯行ってから行ったりとか、一人でね。いいね。でちょっとしたら、そういう人が遅れたりとかしたら、この辺歩いてます僕。ちょっと怒った。うん、そう、ブチ切れて、生きてる時間何だと思ってんだっつって。あ、今日月がいいです。あ、この間ね、綺麗な三日月でしたよ。そう、別に3日前ぐらいですかね。はい、びっくり。あ、なんか俺もさ、3日前ぐらいに今日月綺麗だなって思った。そうそう、すごい綺麗だった思った。俺も3日前ぐらいですね。同じ月見てたんだ、ね、ああ、あの時、俺ら同じ月見てたんだ、俺ら。俺が見てる月のもう半分をな、どっかの誰かが見てんだろうな。そうだな、逆側を、うん、逆側見てください、これ。まあ見えるか分かんないけど、ちょっとすごい綺麗です、今日の月。うん、いや、さすがにわからないと思う。わかんないか。うん。なんかちょうど半分ぐらい。そう、まっすぐにこう半分ぐらいな。うん、クリスマスの次の日のケーキぐらいの余り方。ああ、いいね。意外とこんなにあると思う。ケーキってね、食べないですから、意外と。一口でいいんですから。俺全然食っちゃうな。あ、嘘。ケーキ食べてないな。ケーキ大好き。ケーキ大好き。ケーキ大好き。もう。バリクソ人。まっすぐやりますか、俺らは。ケーキ大好き。あ、茶沢通りにこっちぶつかります。もう一個ですね。はい、こちらが茶沢です。もうこれ茶沢通りですね。これ歩いていくともう本当にすぐ下北ですからね。いや、そうなんだよね、地味にね。そう、すごい近いんですよ、うん、三茶名物。100メートル先から鳴らされる、出るね。これは三茶は本当に自転車が多いですから。多い、本当に多い。まあ、大使堂この辺のね。あとここね、このお店、何のお店か分かんないけど、はいはい、何ですか、おでんって感じますよ。直角三角形ぐらいの高さでやってる。確かに、かわいいね。これもうちょっと行ったらかな、もう超えちゃったかな
ネオ東京っていうね居酒屋がありまして、そちら美味しいです。知らないね。でそのもうちょっと行くとたこ焼き屋さんの居酒屋があるんですよ。 あっちだよ。あっちか。じゃあもう通り過ぎてるわ。あっちあっち。あれもね僕大好きでよく行くんです。あ、そうなんだ。はい。バナナのさ、はい、なんか看板みたいな。バナナの看板わかんないな。ちょっと渡ろう、ちょっと渡ろう。これちょっと見せたいの一個。何？これもうね、ずっと疑問、俺は正直。何が？一部の人にしか受けないパーマ屋さんね。これ切れますよという。はい、これいいですね。しかもこれちょっと今日見れないんだけど、はいはい、これだけかと思ったら、はい、これ級のやつが奥にずらって並んでる。ああ、そう。じゃあ結構このパンチパーマとかを当てれる。いや多分そうなんだ。サロンさん。ルイなんかそういうお店なんだと思う。なるほどね。うん、あとね、ここも大事、これも大事、これみんな理解して。はい。じゃあ、野良猫室。野良猫堂か。野良猫堂。見える？見えますね。ちょっとピント合ってないけど。これ何がすごいって、はい、猫の肉球ってちゃんと4つなんだって、指のとこ。あー、なるほど。3つかと思うじゃん、実は。猫って。はい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 。リアルは4つなんです。あ、それ教えてくれる。これ教えてくれる。で、振り仮名で三軒茶って書いてる。野良猫堂と書いて三銀茶という店ですね。振り仮名も漢字っていうね。ああ、いいですね。だいぶ尖った。尖ってるけど、基本には忠実。三茶はね、ピカソみたいなお店です、ね。ああ、その、本当はうまいけど、そう、あえてあえて。あえてあえてやってる。やっぱ、普通を知らないとあれできないから。わ、なんかいいな、あそこ。なんだ。コインランドリーか。コインランドリー、これ。なんかコインランドリーやっぱ多いよね、この辺ね。多いね、本当。だから本当ちょっと田舎っぽいよね、実はね。そうだね、三茶って本当にそう。その上沼とかもそうだけど、あれはな、池尻に近づくと一気にちょっとこうお金ある感じのね感じになるけど、この辺はもうねいいですよ、本当。全然、だからこことかおもちゃ屋さんだから。ええー、かわいい。おもちゃの丸み。いいですね、なんか。ここがなんかよくわかんない、パン屋さん。あ、なんて書いてあるんだろう。ぬくむく。ぬくむく。ぬくむくさん。パン屋さん、これ可愛いでしょ、ここ。美味しそう。てか、なんかすごいな。確かにジブリの。そうで、2階がね、なんかね、よくわかんないけど。ジブリじゃねえな。なんだろう、この。アメリカンな感じか。うん、飲み屋みたいな感じなんだけど。うん。一回も行ったことはない。なんかスティッチとかのに出てきそうな。ね。あの、アロハみたいな。うん。お花。あスティッチ。スティッチ。あれいいね。スティッチ好きです僕。ここは最近できてる。本当だ。わ懐かしいな。トンパックあるわ。現場のトンパック。あのさオレンジの袋あるでしょ、あれ。あれさ土木現場でよく見ない？オレンジの袋。そう。あれのそうでかいオレンジの袋ね。あのビニールみたいなやつ。そうそうこれです。これね、トンパックって言うんですよ。ね、これ。え、あれ名前あんの？あれトンパックです。まあ、あの、1トン入るんで、あの中に。あの、46リットルとかあるでしょ？ゴミ袋。あれね、1トン入ります。1T って書いてあるの？トンパックです、あれ。トンパック取ってこい！トンってそのトンか？そう、1トン。うわ、あ、そういうことか、トンパックって。はい、だからもうパンパンにして、でも、で、まあいろんなもの入れるからさ、ほんと金属から、はいうん、の瓦礫から、うん、もうすぐビニールとか切れちゃうわけ、うん、だから、こう、麦わら帽子みたいになってるんだよ、うん、編んである、うん、あの、なんか繊維みたいなので作られてて、はい、ちょっとやそっとじゃもう破れないのよ、はいはい、あれ、じゃん、で、あれをもう背負ってこう、トラックにトンを、でも、その、1トンとかまで入るけど、入れると持ち上げれる、持ち上げれる人いないから、あの機械とかで搬出するときにそれをやるんですよ、クレーンとかでそれもそれごとも出しちゃうって時に、まあだから窓際にねトンパックを設置してそこにガンガン入れて、もうどんだけ重くなってもうそれは機械で持ち運ぶ、すごいなけど、まああのぐらいだとまあ普通に持てる量にしとけよって、そうなんで入れすぎるとめっちゃ怒られます。誰持ってんだこれ、じゃあお前持ってみろや。じゃあトンパックじゃなくていいもんな。そう、持てる量だけしか入れちゃダメなんだったら。あ、サミットですか。これサミットは、いいサミットですよ。寒い時とか、はいはい、ウーバーとかやってたりしてて、うん、寒くてさ、お腹壊したりとかしてさ、うん、トイレ行きたいみたいな、うん、
時とかは、まあ、ここに来ると大体トイレ空いてる。あ、そう。基本でここのトイレが埋まってるの俺見たことない。このサミット入ったことなかったな。嘘。いや、もうよく見るけど。サミットはね、いいね。ここのサミットすごい。いいね。こっち行くと、まあ池尻なんだよね。あ、そう？そう。渋谷、ってか何なら渋谷に繋がってる。あー、なるほどね。松見坂とかの方。渋谷のあの246の方？246は上の方？あっちだから、246より1個入ったとこ？あーっと、だからん？どっち側だ？外側か？外側ってかその道玄坂の、あのさ、 H&M？ あ、ザ、なんだ？あ、わかった！あのあそこだ、あのスタバとかあって。あ、違う違う、そっちじゃない。あ、違う、違った東部か西部か。東急。ほんほんほん、わかる？わかるよ。ガストとかさ。はい、わかります、わかります、わかります。あっちのとこをブワーって登っていくと、うん、あの東急の横の坂を、うん、だからなんだろう、ドンキを右手にして、はいはいはい、ずっとグニャーンってまっすぐ登ってった、うん、とこあたりに着く。ああ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあ小島とか。あ、そうそうそう、そっちの方に出るんだ。そうそうそう、なるほどね。そうなんだ。小島とかの方に繋がってる。新鮮だね。新鮮、あ、新鮮だ、うん、とか、まあ代々木上原みたいな、八幡のあの辺のとこに出るんだ。そう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 、なるほど。あっちの方に繋がってる。ここいいですね。茶座通りはいいんですよ。この通り好きなんだよな。僕も好き。いいよね。うん、よくそれこそ下北とかからは、はい、あのね、こっちの方に向かおうと思うと一回渋谷出なきゃいけないんですよね、電車だと、はいはいはい、それめんどくさいんで、レンタルサイクルとかで、ああいいね、茶座通りをねぶっ飛ばすと本当、まあ、5分10分で、あ、もう着くね。三茶着きますから、うん、マジで着く。で、まあ、そして飲んで電車で帰ると、うん、これいいです。いいね。いい、いいんですよ。いい生活してるね。フルで使いますよやっぱ、うん、アイテムを。確かに。だからね、どうしても散歩っていうのがやっぱりね縁遠くなってくる。和樹はその辺はすごいね。俺は結構歩くからこの辺まで来れちゃうんだよね。ああ、僕はもう本当歩いてたら早く何か乗りたいと自転車なんかで何でもいいからそれを調べますから。これの方がいいよ、時間が。そうなんですよ、時間が食うんですよ。移動で時間食うのがね、どうしてもという。もったいなすぎるから、やっぱり。まあでも暗い散歩もいいね。いいよね、割と。そう、だから今度その東京駅、この次にはどう映ってんのこれ今。見てみる、うん、あ、めっちゃいいじゃん。ちょっとね、ようやくピントが合い出したって感じ。さっき結構ね、ぼやけてた明るいのがいろんなとこにあるから。ああ、まあしょうがない、それは。そうそうそう、まあ、こんなぐらい暗いともう察してくれるでしょう、それは。すごいね。そう、なんかいいよね、エモいよ、ね、いいですね、エモですね、うん、あ、いいな、もう。もちろん、そう。こんなの見たいくないの、俺、和樹見たいんだよ。そんなことないだ。すごいんだよな、本当に。この辺は住宅街だね。写真撮った。あの、何を撮ったか忘れた。え、なんかおしゃべりしてたな、さっき。忘れました。すいません、皆さん。エモいみたいなことは言ってた気するけど。忘れました、もう。あと、どうやったら人を生き返らせれるかみたいな話。してねえよ、その話。その悪魔崇拝みたいな話、しないよ、俺。なんか、してた感じする。こうやって。こうやって、666って作って。言ってなかったな。これ、そっか、1日の夜にみんな見てるか。そうだね。なんかな、視聴者の人とかに会えたらいいのにな。ああね、俺この間電車乗ってたらさ、うん、あの普通に、ちょっとまた島じゃない、毎日聞いてる。池袋駅ぐらいですかね、うん、山手線、うん、山手線じゃないか、あれ埼京線か、うん、渋谷から乗ったんだけど、うん、そしたらその俺立ってたのよ、あの入り口のとこのさ、両サイドをさ。あ、びっくりした、ポコチンの話か。ポコチンは立ってたよ、もちろん。ポコチン立ってた上にそれはもう当たり前の話。そのポコチンは立ってるけど普通に俺も立ってたのよ、うん、あ、ワンちゃん、ワンちゃんいるよ、飼い主のおばちゃんも可愛かったね。あっちに行って言ったけどね、俺可愛いねって。おばちゃんに言ってた、うん、おばちゃんに言ってた、おばちゃんに食われてたから、ね、そう。そしたらそのなんか迎えの人が本当急に自分のスマホ見せてきたの、画面を、うん、そしたらそのショート動画の俺映ってて、
みたいな。いや何にも声は発さないんだけど、車あの車内だから、うん、そのこの画面と俺を交互に見させてお辞儀してどっか行った。あれマジで不思議な光景だった。言ってくれてもいいのにな。そう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 。だしどっちやろうと思ったの俺その後。普通にあ見たことあるって俺を見て思って調べてこの人ですよねってやったのか、あたまたまストーリー、あのショート YouTube ショートか TikTok か分かんないけど見てたら、えなんかこれ見覚えあるって顔上げたらいて、えってやったのか、どっちなんだろうと思って。その人だろうね。いや分かんないどっちか。その本当多分乗ってきた瞬間からさ、そういうのってもう分かるじゃん、うん、あの人っぽいな。うん、それ探してたのかな。探してたんじゃない、渋谷あたりから。あそうかもね。ずっともうで池袋でようやくいた って見せてきて、あやっぱショートなんだな。でもなショートでしたね、それはショート画面でした。俺今まで一回もないやっぱその横画面のとか、ま、縦もそうだけど、うん、見てる人を見たこと、あ見てる人見たことないね。見てみたくない、一回でいいから。うん、だからその見てますっていう人は知ってるけど。そうだよね。そうそうそう、見てるところを見たことないから。いるよ、そう俺いるよ。あと俺が見たのはあの俺らの TikTok か、まあ、YouTube か分かんないけどショート動画を、うん、あのスワイプしてる人は見ましたね。飛ばしてる人は見たことあります。僕もう見たくない、笑っちゃった。ちょっとパンパンパンって、いやしないし、もちろんパンパンパンのうち一瞬2個目ぐらいで僕の目線バンッとすぐ一瞬で消えましたけど、画面が。その指止めなかった？止めない、止めるか。止めないんだ。男の人でしたけどね、その人。あ、そうなんだ。はい。興味ない話題やっちゃってたかな。化粧品みたいな僕らみたいなやってた？いや、なんだっけな。でも黄色だったから。うん、あ、じゃあ。普通のあれだ、ね。そう、明日使えるユーマシリーズではないという。これこのまままっすぐ行っちゃうともう下北なんですよ。そうですね。どうします？ちょっとこっち、ああ戻る、いや戻るというか別の道があるので。あいいですか、ちょっと行ってみるのどうですか。あここのいいですね、緑道みたいなとこがあって。はいはいはい、俺がね好きな場所があの、もうすぐなんだけど。あじゃあ行きましょうよ。あるからこの通り沿いにあの好きなあの洋服屋さんありますよ。この通りに、違う茶田通りに、もっと行くとあのね、あの一回も買ったことないですよ、もちろん、すいませんけど。なんで好きな洋服屋さんって言うて、雰囲気がすごい好きなの、かわいいなーみたいな、いつかこんなとこフラット変えたらなーみたいな。じゃあその俺が行く道行って、うん、ぐるっと下北の方ちょっと回って、うん、戻ってくる、そこで終わらせる今日。いやでもそれほどでもないです、ね、あそっか、はい、こいつ提案全部蹴ったじゃん、そこまででもないかもしれないですね。別にこの通りはね、なんか好きなのよ、落ち着いてて。ここ神奈川につながってんの、まっすぐ行ったら。俺さ246と神奈川がまだちょっと区別ついてなくて、神奈川はまあだからこの道で、うん、この感覚で言うと神奈川はこう、うんうん、246はこうで、246は渋谷につながってるって覚えたらいいよ。あそうそう、それが246じゃん。で神奈川はあの上湯までクロスしてるやつか。そうそうそう、あれが神奈川か。上湯までだからなんだ、高円寺とかの方に伸びてるやつから、あの大田橋とかの方から伸びてるやつか。そう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 、ここここ、これ実は小川が流れてるんだけど。お、ほんとだ。ここがね、俺すごい好きなの。なんていうんだっけ、こういうの。え、なんかあんの。うん、あ、違うか、でも街に、こう流れてる、暗涼か。知らない、そんな言葉あんだ。でもこれは多分暗涼ではないですね。なんかマジで、ほんと嘘みたいなんだけど、うん、ここでこうやってる。やめな。本当にそれは誰も声かけんって。ここでこうやってなんか、まあ、今の時期いないんだけど、うん、アメンボがいたりするの、夏とか、うんうん、なんかそういうのとか見てずっと。そりゃ声かけんわ。もう分かったわ、ここいい。和樹が悪いんだわ。俺が悪いのかこれ、うん、すいません。暗渠でした。暗渠、はい。なんか見たことない、こういう字。カルバート、違う、このここいやない、フクロウみたいな字だね。はい、暗渠ってなんか地下に埋没した水路のことなんで、あそのこれとかが今は見えてるけど、多分流れてたあっちとかでは地下の中に川が流れてる状態ですもんね、コンクリートの下を。ああそういうことね。はいはいはい、
だからもうその上は道路で塗り固められてるけど、そうそう、下に実は流れてるっていう。だからまあ東京駅の方とかにもありますよね。あるね、あの、うん、これ東京駅っぽいね、なんかこの建物。あ、確かに映してるの。いいんじゃない、別に外観だったら家じゃないし。あのね、東京駅っぽいし、あのだからその和樹にずっと行ってる散歩コースにこれいいのがあるんですよ。でもこれ見てたからいいんじゃない。ダメだよ、行こう次回ね次回東京駅、あとまあ東中野もね行かなきゃいけないから。そうだね、モーゼ行こう。モーゼは行きたい、本当に本当に。1月の頭行ってもいいな。俺がよく下北で行く、うん、カレー屋さんもこうへ連れてってあげたいな。それは別に あのあれとかじゃなくて普通に、普通にインドカレーみたいな好き。大好きですよ。あ、じゃあちょっとそれ行こう。うまいもん食いたいな。その店員さんがいい、ネパール人みたいな感じ。あ、どこの人か分かんないけど。そう、インドカレー屋さんの店員さん大体聞いたらネパール人ですから実はね、うん、9割型ネパール人です聞くようにしてんだけど。ネパール、私ですか、ネパール日本語うまい。よくね、俺はそこ友達とかと行くんだけど、うん、もう覚えてもらってる。あーみたいな。あー、毎回来るなんとかねーみたいな。あ、チャリで撮ったことありますね。本当。うん、ここね、なんかね、ウーバーやってる時はすごい嫌いな道だったの。俺もしんどから、あの、しんどいよな、うん、しんどかった、ここ。すごいしんどいから嫌いな道ではあるんだけど、今となってはまあ結構好きな道ではあるね。こういうとことかなんかすごいよな。あー、こんなとこ住みたいな。確かにこの辺ちょっと高級住宅街の感じするね。この辺急に高級住宅街。だからプリンが美味しいんだよ。えー、そんな話やってたの車であんま聞こえないなと思ったらプリンが美味しい話でした。プリンみたいな家、プリンみたいな家映していいのかな。まあいいか、別に大丈夫です、その人が映ってなければ、うん、外観と一緒だから。あの下北って、うん、下北の周辺、はい、のこういうとことか、はい、まあ一個ずれた、淡島通りとか、はい、があるんだけど、うん、いう通りがあって、あ、そこの辺りとかは意外と高級住宅街、うん、でさ、なんで高級住宅街は坂なんだろうね。田園調布もそう。そうだよ、坂なんですよ。ちょっといいとこ、成城とか。確かに中目も坂ですからね。やっぱさ、大観山、その昔のさ感覚としてさ、うん、位が高い人って、まあまあそうだね、立地的にも高い場所にその住むみたいな、まあ、お城があってそこからこう下っていくと城下町があるっていう。いいよ、全然後ろから映してもらう。だからそういうことなんじゃないかな、それが残ってんのかな。でももう現代において言えばさ、坂不便じゃん普通に生活していく上で。むちゃくちゃ不便だからなんかね。でもまあその災害とか考えたらまあとかもあんのかな。まあな、うん、高い家は高いほどいいからな、正直。まあね、特にこの島国日本。そうだね、最後ここだけチョンって出てる可能性あるからな、海から。そう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 、すごい人だ本当は。うん、ねの方だったかな。本当は行きたいわけじゃないけど、うん、まあ本当流れで紹介できたらなぐらいのとこあったんだけど、はいはいはい、だいぶ遠いから今日はやめます。今日はやめる。あのジブリのトトロの森みたいなとこにあるケーキ屋さんがあるの。へえ。そう、そこはね外観がすごい可愛いから好きなんだ。そう、見せてあげたいんだけど、ただちょっとまあそこしかないし、そこに行くまでがちょっと何もなさすぎる。あまりにも何もなさすぎて長いから、まあ、後日なんか目の前とか通ったらちょっと写真でも撮っとくわ。うん、頼むわ。うん、それで関係ない動画の一瞬あのアイキャッチ差し込む。あ、後輩あれ、え、違う違う、あっちじゃない、あっちじゃないか、あっちじゃない、あっちじゃない、うん、こっちか。行く行く。東京タワー、うわすごい、東京タワー見える。うわー、これ見えるかな、無理かな、この
オレンジに光ってるの見えないか。これマックスアップ、あのオレンジの、あれ東京タワーです。オレンジ、あれ東京タワーです。眼力だったな。あってことはあの横に立ってるの多分六本木ヒルズとかです ね、 そうだね、うん、テレ朝の方ですね。なんでちょっと業界ぶった。うん、 CX 降るなよ。 CX は富士か。富士じゃないか、知らねえからよ。でもそれで言うと確かに東中野、東京、え東新宿御苑もね歩きたいけど、やっぱ撮影禁止っぽいからね。どうやら御苑なんかね、ダメなんですよ。そうね、御苑歩きたいんだよ、ずっと。俺ら営利目的じゃないんだよな。そうなんだよ、広告だっていっぱいついてるだけなのに。みんな広告見てくれてありがとね。俺らのお金になってんだよ。あれ飛ばさないでね、みんなありがとね、うん、あれがなきゃ俺ら生きていけない。ほんとそうですよ。見たかな、散歩してる場合じゃなくなっちゃうんだから。あ、綺麗ですね、綺麗な。この植木職人さんの技術すごくない？これ伝わるかな、このここからこう、ここがもうここの角伝わる？角すごい、すごいよね、マジで。こういうのね、こういうのもやりましたね、こういうのもやりました、ね、あの円形のね、カッターみたいなやつ、ワーンってやつでジャ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 ってやってくる、こういうやつね。そう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 、こういうやつ、こうやって持つやつ。そう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 、うんうん、そう思うと本当にあの頃が懐かしいね。懐かしいよ。1年前ぐらいやってたけどね、普通に。確かに、うん、なんか異常に腕太くなった時期あったでしょ。だってあった、だやばかったもん、マジで、うん、あの時期の後輩、あの時はすごかったね。なんかちょっと煙出てたもんな、なんかモクモクモクって、うん、常にバーサーカーモードだったから白目向いて何でも破壊できたな、あの時は。すごかった、あの時の光景。確かにマジでマッチョだったよ、本当に。なあ、うん、本当今やもう見る影もないですやめると本当に一気に人って本当そうですね。なんかでもそれある意味すごいなと思うよ。だからそういう生活だったら必要だからつけるけど、うん、そういう生活なかったらいらないからすぐなくすっていうのはなんか生物として優秀だなと思います。これ優秀か、これ優秀です。僕の肉体、筋肉がつきやすくて落ちやすくて太りやすくて。俺もじゃあ真っ暗な部屋でずっとパソコンに向かってるから太っていくっていうのは優秀か。そうそうそう、優秀、これ優秀か、うん、なんだ、筋肉必要ないっていう風に体がジャッジして適応していってるわけだから環境に。めっちゃ焦ったわ、うん、でやっぱこの髪伸びてくのもやっぱ優秀か。これ優秀、陰キャみたいな。そう、外出ないんだから見た目なんてそう関係ないだろって、いいだろって、うん、で体温調節もいらないんだから。そうだよな、長くていいだろって、うん、優秀か、優秀、これすごい。危ね、否定するとこだったわ自分のこと。そんな否定しなくていいんだよ。危ね、なんだよ、騙されたわ。すごいな、でもよくよく考えたらここ散歩してんの、その、うん、帰り道じゃなきゃ許されないけどな正直俺の感覚からしたらそう、なんか綺麗な景色見てとかなら分かんだけど、ただただ住宅街の暗いところを、これ家が左側になきゃおかしいけどな、そこ曲がったら家の時だけだけどここ歩くのはこういうとこばっか歩いてる。別にその三茶に限らず、うん、いや人に会うわけないだろなんで俺声かけられないのじゃないんだよ。人とすれ違わないんだから、そもそも今7時にここを歩いてる、まあ、こっちはあんま来ないけどね正直言うとね。あ、そう、あ、下り来た、嬉しいね、うん、これチャリやったら嬉しいポイントですね。ただこの先ね、すぐね、うん、あの、あれ今生きてんのかな、あの横断歩道があった、横断歩道じゃない、踏切、へえ。今生きてんのかな、踏切。ここすごい面白そう、こう下ってったら。ここ行ったことないわ。え、行こうや、なんかワクワクしない。こういう先行って全部見てきて、なんでだよ、うん、これあの下北名物、うん、近距離リンリンですね。え、何ここ、これなんかさ、あれみたいじゃない、千と千尋みたいな。確かに。え、ちょっと見てくるわ。はい、怖い怖い怖い、やめろお前、急に行くな、急に行くな。待ち待ち待ち、俺らマッチン入ってる。めっちゃいいとこに行ったの。うわ、空息じゃん、なんかボケてなんもないってやるとさ、めっちゃいいとこに繋がっちゃった。え、なんか可愛いじゃん。あ、あそこだ、あそこだ、わかったわかったわかった、あそこな、うん、世田谷との間の、あの
おしゃれな通り。あのサイレントがね今散々撮ってますから。あもう終わっちゃったけど、ここのサイレントはもう世田谷代田の駅前とかめっちゃ出てくる。ここのあここ今どこだ。えあれってさ誰でしたっけ。川口春奈と本田翼、いや出てないね。出てないか。そっちか、そっちが。あっちだ、あっちあっちあっち、うん、行ってみる。行く。世田谷、世田谷で終わるじゃん。世田谷で終わるか。あでもこっち行ったら下北、下北だよね。はい、こっち行ったら世田谷で終わっちゃうのサイレントのシーンで終わるか。俺見たことないんだけど。あ俺も見たことないけどけどなんかすごい話題のサイレントは世田谷が代田だよってのは聞いた。世田谷で終わろう、うん、じゃあせっかくだったらで今日あのほら大晦日でさ昼あの再放送やったんでサイレントの、はいはい、そしたらちょうどそのシーンはここだった。そこです、あそうなんだ、はい、その横のとこね可愛いのよ。どうした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 、ちょっと童心が過ぎるかい和樹くん。うわ最高じゃん。まあこれ確かにいいな。でも何おっぱい、これね、うんおっぱい、おっぱいか。右だけ鍛えすぎたおっぱい。だから多分あの右利きのおっぱい。え怖っ。何か揺れる。バランスゲームですね。あそうなんだ。はい一回やってみ。あー本当だ、ここ本当だ。ここじゃあバーって何秒でいけるか。いい、いくよ。はい用意スタート。今だね。じゃあ俺もちょっといい？何秒で？いい何秒で終わるか。いい？うんいいよ。あの人たちいなくなる。あ、そうしよう。いいよ。あ、いい。そっから撮る。じゃあこっちから撮るか。そっか。撮れる。待ってカメラ撮れる。いくよ。いいよ。何してんの？めでるなよ。三男を。長男次男三男。童心が過ぎるか。三男だけを。ここマジで超可愛いよ、この通り。この通りすごいね。ここさ、好きなんだよ俺。いつかデートとかで来ようって決めてんだ。じゃあ、あれから20年後ぐらいか。はいはい。そりゃないぜ。48で。ここ来ようと決めてたんだ20年前から。サイレントの時あそこに来よう。20年間サイレントだったからさ。恋愛の方がサイレントだったからさって。そんな親父がも言うなってるよその年齢は。面白い。あこういうのいいね。そうここねすごいね。あのこのしだれ何これ。これはしだれ柳ですね。本当。いや適当です。バレねえかなと思って嘘ついても。ここね、サイレントで、あって見たことあるって多分、まあ、なん興奮してる、みんな。本当、うん、聖地巡礼みたいな。そう、なってるなってる。で、駅前とか本当に、結構いいシーンが駅前とかで撮られてますから。この、いいね。この、なんか、この角いいね、こっちね。そうでしょ。この通りのまっすぐ。あ、すごいね。綺麗でしょ。これ映えるね。そう、ここでだから、サイレント。だから、なんだっけ。言葉はまるで甘い結晶、君にプレゼントしたくても夢中になればなるほどに形は崩れて落ちていって消えてしまうけど。これ食べる。これ食べないよ。おにぎり握ってるけど新米。あ、秋田なんだ。ねえ美味しそう。腹減ったマジで。いいね。どっかでやっぱ飯食うやつはやりたいな、うん、この中とかもちょっと入ってみたいんだね。入っちゃダメでしょ、でもこれ多分わかんないんだよ。これって何なの。お店屋が並んでんの多分ね。住宅街ってより、うん、テナントみたいな。で、あのこの先に世界一おしゃれな幼稚園あるから。知ってる世界一おしゃれ。こんなところで育った子はもう俺らと話が合うわけないから合わないな、うん、そこで育った子は。夜あんまここ来ないかも俺。あそう、結構夜がメインかも、うん、昼はねなんか通ったりする気もするんだけど。うわすごい似合ってますね。どこがだよ。一っ子一人いないよ。似合ってるな。あそこで育った子は何を。あここだ。ここね。ここ世田谷大田、人事保養園
保育園でもなくで見てたってほらこれがさこの幼稚園のその文化祭みたいなやつよこれあれだもんだって芸大じゃんもうなんだっけえこれ幼稚園児が描いたのじゃないのすごいな人事アートなんだっけ名前出てこないあの恐竜のさマークのさダイナソーアーティストの人いいんだよわかんねえわちょっとコメント恐竜マーク芸術かな調べればいいデザインみたいななんだっけかなあ王冠かぶってる恐竜みたいな恐竜、まあ、名前なんだっけ全然出てこないわこれっぽいやつ出てくると思うでも多分え恐竜の何恐竜でああいや恐竜なんで俺ずっとこうとしてんだよ恐竜アート人うん有名とか有名すべてのいいうんほんとねわぁ出ないかさすがにわぁなんだっけみんなわかんないどうかわかった恐竜仮面ブランドあっバスキアバスキアまで分かってたのにバスキアが出なかったバスキアっていうのにブランドいや人人うんバスキアさんが描きそうってことこれを何バスキアって言うんだっけティラノバスキアじゃないほらジャンミシェルバスキアだほらこれ確かに字体似てるなちょっと似てるよくそれが出てきたなほんでバスキアっぽいなと思ったんだ今アンノーンみたいですね、僕から見たらこれじゃあ一個一個揃えていかなきゃいけない、うん、一個一個揃えていかなきゃいけないありがとうへぇーあれは幼稚園だぜ、だってこれすごいよね捕まるうん、捕まる捕まるで、このさ、横のさ、なんかさ、うん、ガンダムのそんなわけないじゃん、だってここがここもだからねこの、そう、ここだよこの幼稚園ですよ、皆さん。この東京の幼稚園はおかしくなっちゃうよなこんなところに座ったら、うん、うわ坊主の女の子めちゃくちゃいいじゃん最先端すぎる感じで確かに、ここ何のスペースだって何すればいいの、ここで俺らは、幼稚園生ちょっとずつ天井低くなる場所で何させられるの騙し絵とか作れんじゃない奥に行ってもでかく見えるみたいなそうコンクリート打ちっぱなしだもんなすごいよここ本当にこの幼稚園はこんなとこでねあいいねな何これ雨風しのげそうじゃんよこれ何穴開いてるよなうん行ってらっしゃい一回ちょっと見てきてよじゃあいいうん見てくるわうわすごい低いうわカズキ行け大丈夫かカズキ大丈夫かやばいえあどうした、うん、心配だな行けカズキ行けちょこれ行った方がいいかなこれ大丈夫かいや行くよ俺じゃあ大丈夫かカズキいや大丈夫か大丈夫か大丈夫か闇夜に浮かぶ顔です闇夜に浮かぶ顔だやりたくないよこんなのさっきと同じ人が書いたそれもなんだっけ バスキンバスキンみたいな人とりあえず脱いだけど何も出なかった G がさっきのと一緒だお前あの幼稚園だろそれあの幼稚園のクラティだろそれこっちげ自体マイケルミカルロマンスマイケルリカルロマンスマイケルミカルロマンスこういうのなんかね、あったねあーちょっと待ってよどうしたもうね、1時間以上増してますあれこれなんか、いないこのなんかいない
これ。いないでしょ。奥。見て。こっち側にはいるかもしれないけど。見て。表通りだよ。ちょっと。なんかいるんじゃない？いないよ。さっき俺らが来た方にいるんじゃないかな。大丈夫？うわっ。え？大丈夫？行っちゃ。やばい。声大丈夫か？行っていい？やばい。行っていい？あ大丈夫。行くよもう。やばい、公平だ。公平がやばい。公平。公平。白黒をはっきりつけるマンです。なんとりあえず、これをやって、一個分かったのは、うんうん、とりあえず脱いでみるだね。上着を、人っていうのは、とりあえず 上を脱ぐっていう。上は絶対脱ぐ。一旦脱ぐっていう。なんかせめて寒いっていう罰を自分に与えないと許せない。その、な、ぬくぬくと。できないよ、こんなこと。千鳥さん、すごいですね。すげえよ。こんなことをパッとできるんだから。すごいな、でもここ本当に。通ってよかったのかな、この場所。さすがにいいか。ダメなことないやな。寒い寒い。すごい。あ、じゃあちょっとさ、うん、この上、石渡りやろうかな、俺。あ、何それ。何秒でいけるかみたいな。ああ、怪我しないでよ、うん、危ない、暗いからさ。確かにね。足元ちょっとちゃんと危ない。携帯持ってく？ライト大丈夫、いいよ。こっから、あ、じゃあここちょっと危ないから斜めになってる。うん、ここから行くわ。オッケー、いけるか。これ見て、道みたいになってるから。あ、そう、大丈夫か。じゃあ何秒で、あ、ほんとだほんとだ。あ、確かに何秒で向こう側行けるかみたいな。こうやって行って何秒でこう行けるかね。あ、結構でもこの辺急だから気をつけて。オッケー、じゃあ行きます。よっから行きます。はい、よーい、スタート。分かったって、それめでるなよ。最初の1個、いろんな人と出会えよ。いろんなボケと、いろんなボケと。何1個愛してんだよ。面白いね。面白い面白い。まあとか言ってる間にもう駅ですからね。駅？そうですよ、ここまっすぐ行ったら。本当だ。これ、ここさ、ここさ、俺さ、一回行ってみたいんだよ。これね、お店だよね。なんかご飯屋さんだよね。そう、なんか和食かなんかの。美味しそうだよね、こんな店構え。あと、あそこのさ、サークル系あるじゃん。うん、あるね。え、山崎パンね。山崎パン？うん。ジャンプ早売りするタイプのお店。あ、そうなんだ。デイリー山崎。一回早かった気がする。ここのとかも休業ってなってるけど。本当だ、お店だ。何のお店なのかが分かんないんだよな。なんかここすげえ美味しそうなんだよ。まあでも日本食だろうね。この通りはね、すごいほら、うわ、また急に雰囲気変わんだよね。そう、この上とかさ、もうマジわ、なんかなんて言えばいいんだろう、うん、和食庭園みたいなさ。びっくりした、びっくりした。どうしたの？やめて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 。ほらね、すごいよね。遊園別邸。別邸か。じゃあ遊園が本邸があるんだ。ここ美味しそうなんですけど、行ったことない。もうこんなん新選組がね、打ち入りするよね。そうだね。光ついてるから一応やってんの。誰か住んでんのかな、上ね。いや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 、飯屋だろ。はあ。さすがに飯屋じゃないか。すごい、ここ。いや、俺さすがに飯屋だと思うけど。いやいや、分かったって。ほら、あ、でもやってんのか、これ。やってる、やってる。月影。何のお店ですか？お茶のお店？本当だ。割烹料理屋。宿泊？え？宿泊、日帰り温泉との事前予約にさせて。やばいやばい。あ、ストレンジャーシングスじゃん、もう。ここにいるよって。チッチッチッチ。宿泊があるんだ。そうじゃない。だから宿。なんかさ。あ、温泉街なのかな。宿っぽいっちゃ宿っぽいな。ほら、スパって書いてある。本当だ。操縦。あ、で一人一人。ちょっと。ただいま施術中です。施術中。施術。だから多分貸切温泉みたいなことなのかな。なのかもね。わかんないけど。いいね。こういうのとかいいよな。
イチョウ、モミジ、モミジじゃないのかこれ、あ、モミジだ、モミジ、かわいい、はい、もうこんなこと言ってたら駅ですよ、もう駅、もう新代田駅ですね、汗だかい代田駅、なんだかんだちょっと何分、今どんぐらい回した、これだけで、もうだって今この動画だけで45分なんで、あ、1時間ぐらいだね、もう1時間ぐらい、ライトつけてからだから、うん、楽しかったね、本当に散歩でしたね、これは どうですか、なんか実際さ、うん、散歩嫌いじゃん、はい、でさ、なんかあー大丈夫かなと思ってたの、俺ずっと、何か公平に頼んで無理させてないかなって、あ、撮る側がね、そうで、前回のやつが終わってさ、うん、でじゃあ次どうするって、撮るみたいな、うん、一応伸びたし、うん、前のがちょっとだけ、うん、だから次も一応ありにして、うん、やるとしたらどうするって、うん、やるっていうつもりで聞いたの俺は、うん、そしたらなんか俺行きたい東京駅があって東京駅からなんかどこどこのコース回って、うん、夜になったらいいとこもあるから、うん、こっちに行くか、うん、あの神保町からスタートして2案出してきたから、あ、よかった、楽しんでくれた、いや楽しいよそりゃそのやらんからな一人では、それは嬉しかった、いやもう、うん、なんでもそうだけど、やっぱこうやらないことをやるの楽しいよ、やっぱ、まあ、確かに、ね、うん、で好きな、それを好きな和樹がこういうふうに、うん、あ、こういうとこいいと思うんだなっていう、そうそう、これ楽しい、幅が広がりますよ、やっぱ人生の、いいよ、あ、はい、来ました、はい、この先行くと梅ヶ丘っていう、僕がよくねウーバーイーツやってた場所があるんです、はい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 、そう、でもちょっとそこは遠いから、そうだね、次回ここ蔦ヶ谷代田駅、ここでもうほんとこことかまさに使われてますから、サイレントで、今からでも遅くないんじゃないですか、見てもこの年末年始のお休み利用して、ドラマ見ないからいいや、いや俺も大丈夫なんだよなみんな教えてください、このシーン、ね、あれなんだろうね、これあれね、セブンイレブンの上そうだけど、あの上何なんだろう、お店なのかな、なんかね、すごいいいですね、ここ使われてたんだ、そうなんで、ちょっと教えてください、見た方、何分何秒のところシーンで使われてましたよとか、確かに、うん、気になる、ここですよとか言っていただければ、はい、ということで、はい、もうちょっと端っこの方で終わりましょうか、そうだね、皆さん、いかがでしたでしょうか、はい、三茶下北編で世田谷代田終わり、はい、まあ素敵な旅になったんじゃないでしょうか、うん、今度それこそ下北の一番街の方とかね、あ、行きたいね、またちょっと全然違いますからね、そうだね、うん、なんかそこから、だから渋谷からそっちの方に行くとかありかもね、いい、美味しいご飯とかもありますからね、うん、あるからちょっとそっちの方も見つつ、ちょっと次回はどこに行くか分からないですが、そうだね、まあ、東京駅とか行ってもいいし、それこそ公平が提案してくれた、まあ時期によるけど早くモーゼ食いたいっていうのもあるから、東中野行ってもいいかもしれない、ね、なんでそんなさ、マイケル・ジャクソンみたいな疲れた、あー、マイケル、マイケル、マイケルいいって、マイケル、そうね、東中野、東中野はちょっと先に行こうか、そうね、ご飯食べたい、はい、ということで、皆さんまた次回お会いしましょう、はい、次はあなたの街に行くかもしれません、あれ、なんだその終わり、ウォーキング、ワオワオ、終わりウォーキング